それじゃあ早速向かいましょう。よし、ちょっと季節感が私だけ違う気がする。皆さんこんにちは。ただいまのアイロトーン時刻は2022年11月22日火曜日の午後2時17分です。そういえば今日はジャスティンさんが島にお越しのようです。プライベートでのご訪問のようですが、魚の買い取りは大歓迎とのことですので、よろしければ声をかけてみてくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。今日もめちゃくちゃ風が強いなね、超風が強いな。でも秋ってこんな感じか。ちょ、そこにそこを待っているモミジが取りたいです。よし、一発。モミジもイチョウも全く見ることないまま秋が終わろうとしている。もう終わったんかなおうさいな、ちょうどお前のこと考えたとこだぞ。の心話しに来たよ。今日は気持ちいいな、まさにトレーニング日和だぞ。の心。まあでもまだね、そんな、まあ朝がめっちゃ寒いかなとは思うけど、それ以外はそうでもないけんね。おや、あゆな、あれ、そういや最近あんたと喋ってなかった？時々見かけてはいたから、ついこの間喋ったような気がしまってたよ。だってね、かわいいね、それパーカー？ベスト？あ、こんな飾り付けされとったっけ。なんか、もみじの全く覚えがないんだわえ、てかジャスティン、その待って、あそこにまだあったしまい忘れ、まだあったよ。もう全部取ったつもりだったんだけど。砂のお城作ってたの？あら、こんにちは。よう、おしゃべりしよう。今日みたいに空が綺麗な日はお散歩がすごく楽しいですよね。よう、よう、よう。さあ、それじゃあ、そう、今回はカフェやね。やっほー、おかえり。あいな、事務所でたくみさんに挨拶してきなよ。よしよし。じゃあちょっとね、コートというかちょっともふっとした格好に変えてみよう。とりあえず一通り試したいけんね、制服。あいなちゃん、待ってたわ。あなたが手掛けたレストランちょっとした話題になってるみたいよ。なんでも遠方からわざわざ来てくれるお客様でいるんだとか。今後はレストランに来ている方に別荘作りを売り込んでみてもいいかもしれないわね。もし売り込みに行くなら出かける前にお仕事するって教えてちょうだい。ちょっと待ってね。でもどういうこと？浜辺に来た、来る人たちが増えたってこと？ロッカーで着替えようかな。お仕事コーデを変えます。ま、これね、タクミライフのダウンジャケット。おしゃれ。下はどうしよう。なんか派手だな。あ、これぐらいやったらいけるかな。で、下。下、下、下。アニマルスリッパ。ではなく、スニーカー的、あ、この辺のスエードスニーカー、靴下も履いといた方がいいかな一応ね、ラインソックス、まあ、見えんけど、見えんけど、とりあえず頭はどうしよう。これでいいかな。まあ頭はいっか、これで OK です。ここではちょい暑そうな気がするけど、一応夏仕様に、夏仕様じゃない、冬仕様に。さあ、あいのちゃん、どうしたの？お仕事する？施設のこと。施設のお仕事をするのね。どの施設かしら。カフェを作りましょう。カフェを作りに行くのね。はい、オッケー。それじゃあ早速向かいましょう。よし、ちょっと季節感が私だけ違う気がする。
めっちゃ暑そうだな。さあ、カフェの予定地に着いたわよ。目の前が海で眺めがいいのよね。砂浜にはオープンテラスも設置するの。そっちの作業はニコちゃんとナッティさんに任せてあるわ。そこもデザインは決めるんかな。違うんか。私たちは建物の方に集中するわよ。じゃあまず外観を決めましょう。どうしよっかな。やっぱ爽やかな感じがいいなと思うんよ。白。あー、これはこれでいい感じな気がするけど。どうだ、ちょっと待って。ベージュかわいいな。待って、壁を白にして、屋根を、オレンジ、水色。水色。で、ドアを、あー、ベージュ、黄色。緑、オレンジ。茶色。黄色かな。で、サンシェードが、サンシェードが、イエローストライプ。ちょ、待って、屋根。オレンジ。ライトブラウン。待って、水色で、サンシェード。マルチストライプ。ドア。茶色。ベージュ。待って。水色ストライプ。でもな、こう。水色ストライプかな。よし、これで。この外観で OK?OK、OK? OK、です。とっても素敵ね。それじゃあ中に入りましょう。オープンテラスもいじりたかったよ。さて、次は内装のコーディネートよ。あ、今回は、カフェにはキッチンとかないんすか、厨房は。カフェに必要な備品は、十字キー右の中のオーダーでチェックしてね。今回はどんな仕上がりになるのかしら。楽しみだわ。じゃあ、終わったら声かけてちょうだい。今回はあっという間に終わりそうな感じかな。カフェを作ろう。ってことで、テーブルに椅子なんだけども、どうかな?モロッカンなトレイテーブル。でも浜辺、海に近いっていう感じやけん。なんかちょい爽やかな感じにしたいよね。そう、外こういう感じの置きたいやん。カフェのパラソルテーブル。めっちゃいいやん。でもあれよね。この中で、キッチンとかも、せんといかんけん。どう?システムキッチン。ちょい待って。システムキッチン。これ、ペイント変えれる。レッド、ブルー、イエロー、ブラック、ダークウッド、ナチュラルウッド、ホワイトウッド。ナチュラルかな?この辺で、入り口らへんに、ちょ、カカオ。二つもいらんかな。一応、一個でいっかな。あれやね、お持ち帰り用も、ケーキショーケース。お持ち帰り用もね、ここで。で、その横に、待って、メニュー黒板。メニュー黒板どの辺?この、これも変えれるんか。ナチュラル、ダークブラウン、ホワイトいいね。でもどう?ブルー。いや、こっちかな。買い取る内容もこっちの方がちょっとカフェっぽい感じやし。これもしかして裏?裏何も書いてなかった。レジが置きたいんだけど、ここに置くレジはもう、この辺なんかコンビニとかのイメージあるけん。違う。この辺のやつ普通に置こうかな。で、レジを置く台も欲しいんやけど、この辺の吊り下げ式デュアルモニター。これも、
あの持ち帰り用のとこの上にね、上にこうやっといて、んで、んで、あの台だよ、カウンターテーブル、レジカウンターと、レジカウンター、え、どうしようかな、どれがいい？どれがいい？ピンク、ピンクかわいいけど、ホワイト&ナチュラルとかでいっか。レジはどっち側にあるもんかな。まあ入ってきて選んで、でここでレジっていうことでいいかな。こっちのけて、でここで OKOK んで、んで、あとは、何これ、さ、サンプルケース。サンプルケースはいらんな、別に。レストランとかの方で欲しかったかな。あとは、あと。あの辺、じゃ、カウンターもいるよね。カウンターか、こっちの方じゃないんか。カウンターはあの、ダイナーな感じのやつか？あ、でも普通のカウンターテーブルあるね。こっちの感じでいいよ。カウンターテーブル。でもこれ白とかある？あ、ホワイトウッド。ピンクも可愛いけど。ブリック&ウッドも可愛いけど、でもホワイトウッドかな。ここに、よいしょっと置いて。んで、こうね。ちょっと勝手に最初に置かれとったセットから引き離すけど。で、まあ、2席ぐらいかな、置くのは。ライトブラウン。ライトブラウンかな。のけた。色決めた意味。ちょっと待って。あ、でもアルミウッドテーブルとかでいいんじゃない？ライトウッド、ナチュラルウッド、ダークウッド。いや、ライトでいいよ。で、これを、こんなもんか。で、こっち側と、まあ、こっち側に。あ、違うな。こっちと、こっち。キッチンのすぐ横ぐらいにある席もあるよね。で、この椅子を、めっちゃ並べるやつ。あ、でも椅子、どうかな？全部このタイプでいい？回す必要なかったな。カウンター席はこれでもいいかもしれんけど、これ、ちょ待って、見せて。ナチュラル、ダーク、ホワイト、ホワイト。ちょっと、ホワイト見して。ホワイトかな？ホワイトな気がしてきた。で、こう、まあ、椅子の種類自体は別にこれでもいいかな。なんか椅子向こう側、ちょっと待って、向こう側さ、ソファーとかでもいいよね。よくあるやん、なんかファミレスとかでもさ、片方はなんかこういうちゃんとした、ちゃんとしたというか椅子やけど、もう片方、壁に沿った方は、ソファーみたいな。ダイナーなソファー。これで、クリーム。めっちゃでけえな。思ったよりでかかったな。いや、ちょっと待って。注意のけて、ちょっと邪魔かな。うん、これでいいや。んで、ま、この周辺よね。この周辺どうしよう。もう一席ぐらい置く？じゃ、もう一席。え、別にあれよね。置くやつ。もう全部網羅できとるよね。オッケーオッケー。じゃ、ここにもう一席。置いて。あ、じゃあこのもう一席だけ、あれや、ソファーにするか。
こっち側。うんうん、そういうのもありではないだろうか。じゃあちょクリーム色。おお、いいねいいねいいね、いいんじゃないいいんじゃない。めっちゃいいんじゃない。あ、よき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 。で、あっちのカウンターの方にちょい、あ、てか壁紙とか変えてないね、全然。微塵も変えてないね。カウンター席は、軽く、飲み物とか。あ、でも、ミックスサンドセットとかいいかな。え、一応、メロンソーダと、と、サンドイッチプレート。サンドイッチプレート手前の人にしよっか。で、向こうはアイスレモンティーと。で、あっちの二つは、ベジタブルサンドと、ミックスサンド。あ、ランチプレートいいな。待って。はい、これを置いて、で、これも置いて、で、ここは二人で飲み物飲んで、で、ここ食べて飲んで、んで、で、壁だ壁。あー、オレンジの壁掛け時計。とりあえず、オレンジ。ウツボカズラ。ヤシのオールプランター。ちょ、待って。で、これを、どうしよう、レジの近くあたり？この辺か？で、ヤシのウォールプランターも、なんかま、この辺とか。まあ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 。んで、あ、待って、アイアンウッドクロックでもよかったかな。ほんまいっか。とりあえず、壁壁壁。オリエンタルならティス。いや、違うな。コーヒーショップの壁。いや、全然違う。モダンな茶室。シックな茶室。茶室じゃないね。売店。アイスクリームショップ。冷凍昇級違う。窓付きの外。でも、これはなんか外側よね。ツタ。カフェカーテン。あ、これじゃない？でもなんかな、思った感じとは違うんやけど。まあ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 。ちょ、待って。あの、床が見たい。え、かわいいけど。え、かわいいけど。でもどうやろう。え、かわいいな。かわいいな。ちょっと待って。ココナッツマット。マットそこじゃなくってさ。こっちこっち。入り口のとこに敷きたい。ずれてる。こっちね。店員さん。これなんかフリフリしすぎやな。この辺、こっちかな？ダイナーの方かな？あ、カフェのワンピースユニフォーム。オレンジぐらいが可愛いかな。よいしょ。ここに立って、接客して。で、やっぱちょっと壁がな、壁がちょっと気になるんよね。壁紙。ミックスと、すだれ。いや、違うな。稽古部屋。いや、でもこれはこれでありな気が。桜のウッドウォール。あ、かわいいぞ。え、かわいいぞ。青いペイントウッド。あ、爽やか、爽やか。白いペイントウッド。あ、これも全然爽やかでいいよ。茶色いヘリンボーン。あ、これもなんかおしゃれな感じするな。寄せ木。緑のパネルも、あ、かわいいけど、でも緑はちょっと違うかな。オレンジ。ちょっと色味がな。よくある。え、よくあるでもよくない？なんか。え、よくある結構いい気がするんやけど。わかる？え、よくあるでいい気がする。ちょっと待って。これちょっとこっちに移動させとこう。んで、んで、あ、なんか、壁掛け。
換気扇。でも換気扇これついてるやつか。じゃあじゃあキッチンつるしは別に大丈夫かな。ボトルのウォールシェルフ、あ、この辺のメニューみたいな感じのはないんかな。別に掲示板、スタンダード、ポップ、ファンシー、あ、ファンシーよくない。風景、人物、イラスト、風景かな。で、これちょっとカウンターの横のところにさ、こう、本当はメニューがいいんやけどね。まあ、それっぽい感じで。なんかもう半分ぐらい下にしてほしいけど、微妙なんよな。まあ、でもこれで OK。いいでしょう。進み具合はどうかしら。終わりました。それじゃあ次はここで働いてもらう方を決めましょうか。もうこの2人しかおらん感じ。じゃあ店員はキャンディーキャンディーさん。あ、いっぱい別に全然使える感じ。え、でもあれよね、何、レストランの方と兼任になってしまうよね。じゃあまあこの二人で OK ってことでいいんかな。クマさんたちが運営する。っていう感じで。あ、着替える。着替えがしっくりせんのやな、これ。店員さんね。どうしようかな。こっちはね、私的には運ぶ方をやっていただきたいけん。フードショップ。でもレジのとこの子と同じでいいんじゃないかな。どこがさ、同じ制服でどこが違う制服みたいなの全然わからんねんけど、その役割分担みたいな。カフェのユニフォームの、ピンク、かわいい。緑、青。いや、ピンクだな。で、レイチェル。メンバー平行、主人公じゃない。着替え。でもどっちがどういう役割をするみたいな、ちょっといまいちよくわからんけん。カフェのエプロンやね、こっちは。レイチェルってさ、女の子、男の子よくわかってないんやけど。じゃあこれで、かわいいかわいい。OK。じゃあ店員さんたちをお呼びしてくるわね。と、その前に、このカフェに名前をつけない？後で決めることもできるけど、もし考えがあるなら教えてちょうだい。あゆなカフェで。すべてあゆなにしていく。どんな名前かしら？あ。ゆう、どこゆう、ゆう、な、か、ふぇ、違う、か、ふぇ、あ、これ押してから小文字か？あ、なるほど。あれのカフェね、いい名前じゃない。これで決定していいかしら。オッケー。オッケー、これで名前も決定。イエイ。キッチンマットとかも敷いた方が良かったかな。どう、いい感じ。おー、繁盛してるじゃないっすか。よきよきだね。もしかしてあれテーブルでキッチン入っていけんとかある。まあ、でもいい感じね。ほら、なんかキッチンの方全然入っていかんよね。入っていけんのやないんや、あれ。店員さんたちをお連れしたわよ。せっかくだし、お客さんにもお声掛けしといたから。それにしてもいい感じにできたじゃない。きっと写真映えするでしょうね。最後は外で記念撮影をするから、あなたの準備ができたら私に声をかけてちょうだい。
オッケーよ。どうしたの？記念撮影しましょう。じゃあ外に行きましょうか。オープンテラスの方もそろそろ完成してるはずよ。なんでそこはいじらせてくれないの？ねえ、別に自分で置くんじゃなくてもいいけんさ、外観決めるみたいな感じで決めさせてほしいよね。それではただいまよりアイナカフェの記念撮影をします。あ、なんかいいな、めっちゃ爽やかな感じする外観。ありがとうございます。アイナカフェができたことによってこの地域の魅力がまた一つ増えました。この先もどんな風になっていくのかどうぞご期待ください。ではこのアイナカフェのコーディネート担当者からも一言。素晴らしいです、ありがとうございます。続いてオープンテラスを担当しました2人からも一言ずつどうぞ。これからこのカフェにたくさんの人が来てくれたら嬉しいなって思います。嬉しい、かわいい2人ともありがとうございます。では最後に皆さんで記念撮影をしましょう。よし、ちょっと待って、もうちょい撮り直しじゃあ私の角度が、はい、せーの、お、いい感じなんじゃない？いい感じに撮れたと思うんだけど。さあ、この写真はどうかしら。バッチリです。そうよね、バッチリだと思うわ。これにて今回の記念撮影は終了です。皆さん気をつけてお帰りください。イエーイ、お疲れ様。アイナちゃんのおかげでとっても素敵なカフェが完成したわね。知る人ぞ知るコーヒー店からコーヒー豆を仕入れてるらしいよ。今度オイラも行ってみたいな。おー、こだわっとんやね、素材に。そうね、ちょっとしたパーティーにも良さそうだし、今度みんなで飲みに行きましょう。さてと、アイナちゃん、忘れないうちにお給料を渡しておくわね。せっつくりのお仕事だったから今回は2万5千ポキよ。あざっす。ニコちゃん、ナッティさんもオープンテラスを設置してもらった分はしっかりお給料に上乗せしておくから、みんな本当にお疲れ様。また次もよろしく。さて今日はもうおしまいにする？それとももう少し働いてく？いや、オッケーです。もう分かったわ、ゆっくり休んでね。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。私さ、最後のめっちゃなんか言葉抜けたよね。コメント欄がどうたらこうたらみたいなもん抜けた気がするけど、めっちゃ飛んだ頭が。まあ、また次は施設以外の別荘やと思うけん、頑張っていこう。